どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、JAL がタイムセールをですね、開催いたしますということで、本日はね、こちらの解説と、またね、ジップエアでおかげさま、搭乗者100万人達成キャンペーンっていうのをね、こちらもね、開催されているっていう風になりますんで、本日はね、こちらの2つ解説やっていきたいな、なんていう風に思います。ということで、JAL が国内線タイムセールをね、開催いたしますということで、ウェブ限定人気の便はお早めにということで、こちらね、公式サイトに載っております。今回の運賃はですね、期間限定特別運賃7700円からね、利用することができるっていう風になっておりまして、今回ね、タイムセール、まだね、こちら開催されてないわけなんですけども、タイムセール2つにね、分かれているっていう風になります。まずね、一つ目が9月の28日0時から9月の29日23時59分っていう風になります。これが1個目で、対象期間が2023年11月の1日から11月の30日までのタイムセールがね、1回目っていう風になります。で、もう一つはですね、販売期間が10月の5日0時きっかりから10月の6日23時59分までっていう風になります。で、こちらの搭乗期間が12月の1日から26日、また31日と2024年の1月1日ということで、こちらがね、2つ目のタイムセールっていう風になります。ですので、今回ね、タイムセール2つになっておりまして、販売期間もですね、9月の28日から29日、またね、10月の5日から10月の6日ということで、2つにね、分かれているっていう風になるんですよね。ですので、この点をね、覚えておいていただければなと思います。で、タイムセールのね、対象運賃一例ということで、記載されておりますけれども、羽田新千歳が8800円から、羽田伊丹7700円。羽田福岡11月搭乗分は1万1000なんですけども、12月搭乗分は8800円ということで、かなりね、開きがありますね。で、羽田沖縄路線は11万1000円からっていう風になります。こちらのね、タイムセールの予約方法なんですけども、これね、ちょこちょこご質問いただくんですけども、このね、プロモーションって書かれているものが、このね、キャンペーンの対象って言った形になります。で、またですね、このプロモーション、今回ね、価格はこういった感じでね、記載されておりますけども、これだけではなくてですね、この対象運賃の他に、対象発着時の利用時にのみ国内予約施設使用料を申し受けますということで、こちらね、1年半前ぐらいかな、始まったんですけど、PFC っていうね、この旅客施設使用料っていうのは、対象空港にね、利用される方は払う必要がある。まあ、数百円片道からかかるわけなんですけども、まあ、それがね、乗ってくるっていう風になりますんで、まあ、この運賃がね、8800円、7700円、10万1000円とかね、ありますけども、この運賃ですね、この PFC がね、乗った価格が表示されるっていう風になりますんで、ですんで、まあ、このまんまでね、予約できることは、まあ、ないって言った形になりますかね。この点はね、覚えておくようにしてください。で、タイムセールに関してはですね、仮想待機室にね、行っていただいて、このね、セール開始の30分前からですね、この待機室に行って、まあ、そこからね、セールが開始になったら、抽選で、まあ、中に入って購入することができるみたいな、まあ、こういった形になっておりますんで、この点はね、覚えておいていただきたいなと思います。で、先ほど言ったね、旅客施設使用料についてはですね、こちらね、見ていただくと、対象空港にね、出ているっていう風になりますんで、この空港だと上乗せでね、この運賃が、プラスされるっていう風になります。これもね、空港によってかかったりかかんなかったりいたしますので、まあ利用される予定のある方はですね、こちらもね、ぜひチェックしておいてください。まあこういった感じになりますかね。ではね、今回のタイムセールね、まあどういった感じの価格設定なのかね、見ていきたいなと思うんですが、こちらがね、10月搭乗分の JAL のタイムセールの時の運賃価格ですね。で、こちらが、11月分の方の運賃価格の、価格一覧っていう風になるわけなんですけども、まあ今回のね、タイムセールは、前回のね、こちらに比べると、まあ、ほとんどがね、安く設定されているところがね、多いかなっていうところですかね。で、まあ、一部ね、この前回の方は高いところもね、あったりするんですけども、まあ、大体こっちの方はね、安く設定されているっていう風になりますんで、今回のタイムセールね、かなりいいのではないのかな、なんていう風に思います。で、このね、運賃価格に関してはですね、
平日っていう風になりまして、適用期間が2023年の11月の1日から2日、6から10日、13から17、11月20日から22、11月24、11月27から30に適用されますっていう風になりますんで、この運賃でね、設定されているのはあくまでね、この平日が設定されているっていう風になりますんで、土日はね、もうちょっと値段上がるのではないのかななんていう風に思いますので、この点はね、覚えておいていただければななんていう風に思います。それでは次にですね、こちら12月の運賃になるわけなんですけども、こちらもね、平日のプロモーションの価格がこちらですね、12月1日、12月4日から8、12月11から15、18から22、25、26に適用されますということで、まあこちらの運賃が設定されているのは、まあここのね、日付が設定されるっていった感じになります。こちらね、11月よりね、さらにね、価格下がるっていう風になっておりまして、今回のタイムセールね、7700円からっていう風にね、打たれてるんですけども、このね、7700円がね、設定されているところもね、この12月の運賃はね、かなり多いっていう風になりますんで、これもね、かなりいいですね。はい。ですので、ぜひね、こちら、利用予定のある方はですね、タイムセールで狙って購入していただくのもね、かなりいいのではないのかな、なんていう風に思います。で、こちらね、先ほども言った通りですね、タイムセールのね、販売期間がね、分かれているっていう風になりますんで、11月ね、登場の方は9月の28日の0時からね、スタンバっていただいて、12月登場分の方は、10月の5日0時からね、スタンバイしていただいて、こちらのタイムセールね、参加していただければな、なんていう風に思います。おそらくね、このすごいね、安い設定されている便はですね、どんどんなくなってしまうと思いますので、ぜひね、スタンバイして、購入ね、してみていただければななんていう風に思います。それでは次にですね、こちらジップエアのですね、サンクスミリオン、1万人達成キャンペーンがですね、今ね開催されております。ですのでこの動画ね見ていただいて、いやこれはね利用したいっていう方はですね、今すぐね予約いたしましょう。私がね先ほど調べた感じだとですね、ホノルル路線ですね、さすがに1万5000円はなかったんですけども、1万9800円ぐらいでね、ありまして、総額運賃でサーチャージ込みでね2万9800円ぐらいでね、片道成田ホノルル路線ですね、利用することができる便とかもねありましたので、このキャンペーンねかなり激アツになっておりますんで、ぜひね気になる方チェックねしていただければななんていうふうに思います。一応ねジップイヤーということで、一応 LCC にはなりますけどもね、まあ、かなりね運賃設定安くなるっていうふうになりますし、またねこのジップイヤーっていうのはJAL マイルからね、1マイル 1.5ポイント、まあ、1.5 倍でね、マイル交換することもできるっていう風になりますんで、JAL マイルを貯めている方で、まあ、今回 ZIP エアに乗ってみたいな、みたいな、そういった感じの使い方もね、結構おすすめっていう風になっておりますんで、ぜひね、チェックしてください。このポイントもね、私、前回交換した時ね、すぐね、反映されたと思いますんで、今すぐ交換して利用するっていうのも、できると思いますんでね、ぜひチェックしていただければなと思います。で、今回のね、実施期間なんですけども、予約期間が9月の25日の12時から2023年10月の4日23時59分といった感じになります。対象の搭乗期間が2023年9月の25日から2023年11月の30日ということで、搭乗期間はね、まあこの期間になりますんで、まあ早めの冬休みとかね、取れる方は利用することできたりするのかな。あと遅めの夏休みとかね、まあちょっと遅すぎるかもしれないですけども、利用できる方はね、ぜひチェックしていただきたいのと、今回のね、対象便はね、全路線っていう風になっておりますんで、ホノルルも入っているっていう風になりますしね、またね、ロサンゼルスとかね、アメリカ本土もですね、入ってるっていう風になりますんで、かなりいいですよね。まあ LCC でね、ロサンゼルス、しかもエコノミーとか結構大変かもしれないんですけども、まあ私はね、ニューヨークとかはね、ユナイテッド航空のね、エコノミークラスとかで帰ってくること結構多かったりするんですけども、これもね、慣れかななんていうふうに思ってるわけなんですけども、ちょっとね、今ね、9月の26日の深夜なんですけども、今調べたらどうかな。さっき調べた時は、ホノルル路線とかもね、全然あったんですよね。あ、全然ありますね、まだね。はい。まあ、ちょっと1万9000までは借られて、あ、でもあれか、これは総額運賃なんでね。はい、2万4000とかまだありますね。これとか多分最安値なんじゃないかな。どうだろう。どうだろう。ちょっとビジネスで乗りたいですよね。
マイル貯めてる方でポイント交換する方はこっちでもいいかもしれないですよね。はい。フルフラットでね、Wi-Fi 使い放題だったらいいですよね。24,000。パッケージ。こちらはいらないですね。まあ食事等々入れたい方はね、入れていただいて。帰りのフライト。まあ一応片道で見ましょうか。あ、こちらですね。もう運賃がね、ここで見れますんで。あ、いいですね。はい、あります、あります、まだ。いや、いい。成田ホノルルで 24,832 円はめちゃくちゃいいですね。はい、これはいい。対象期間はですね、先ほど言った通りですね、9月の25日から11月の30日までっていう風になっておりまして、まあ、2ヶ月ぐらいしかね、対象期間ないんですけども、あんまりね、この、なんていうんですか、私もね、このキャンペーン知ったのね、報道機関に出てからね、知ったっていう風になりますんで、あんまりね、広まってないのかな。はい。ホノルル路線がね、まだ残ってると思ってなかったんですけども、普通にね、1万5000円のね、最安運賃まだ残ってるっていう風になりますんで、多分一番人気路線、多分ホノルルとかロスとかになるとか思うんですけどね。まあ、これが残ってるっていう風になりますんで、こちらね、利用されたい方はぜひね、チェックしてみていただければな、なんていう風に思います。いやー、私もね、このキャンペーンがあったらね、今度ハワイ行くとき帰り、ジップエアで帰りたかったな。まあちょっとね、私はもう帰りの航空券抑えちゃったんで、そうは言ってらんないんですけども、いや、ぜひね、こちらもチェックね、してみていただければなと思います。ということで、今回ですね、JAL のタイムセールと、ジップエアのね、セール紹介させていただいたわけなんですけども、いやー、JAL のね、タイムセールは本当にね、事前アナウンスをね、こちら9月の28日最初になるわけなんですけども、事前にね、教えていただけるんでね、いいですよね。ANA とかね、本当に発表してその夜とかにね、開始なので、ちょっと準備できなかったりする部分があるんですけども、いや、JAL の方はね、こういった感じで、事前アナウンスがあってね、非常に助かりますね。またね、ZIPAIRのね、100万人達成キャンペーンね、こちらね、めちゃくちゃいいので、ぜひね、チェックしていただきたいな、なんていうふうに思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が気に入った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントやっておりますので、ぜひね、チェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。